はい、じゃあ記者会見を行います。第3回中央委員会総会の日程が決まりました。7月の3日日曜日と4日の月曜日の2日間第3回中央委員会総会を行います。議題は幹部会報告その他であります。情勢の特徴を分析し一斉長選挙の総括を行い今後の党活動の基本について議論することになるだろうというふうに思います。私からは今日は以上です。皆さんからございましたらどうぞ。すみません。はい、どうぞ。はい、本日、最終決定見通しなんですけれども、はい、まず松本さんがですね、はい、国交担当大臣の私の関さんからされておりまして、本日の最終決定する見通しですけれども、この人事についてご所見をお願いします。個々の閣僚の評価をここで言うことはしませんが、報道によれば兼務が解かれて専任というふうに言われておりますが、大事な任務ですから専任になられる、で仕事に当たられるということは当然とはいえいいことだと思ってます。しっかり仕事をやってもらいたい。その関連です。はい、担当庁の政務官です。はいはい、政務官です、はいはい、自民党の参議院議員、浜田参議院議員が起用するという打診があったそうなんです、本人に対して。これについてはいかがですか。民主党と自民党の間にはですね、政治路線の上で基本的な違いがないということを我々言ってきましたけど、大変分かりやすい形で証明されたんじゃないでしょうか。そういう印象を持ちました。これについては自民党から反発する声なども上がってますが、民主党と自民党、これは野党の交渉どうなるのかということも焦点としてます。それの影響はどうか。それは民主党と自民党にお聞きください。第三者の質問です。あまりコメントすべき性格じゃないと思っています。経過が分かりませんから、どっかで誰かが何か相談してやったのか、その辺もよく皆さんの方がよく知ってんじゃない。どっちがどう手突っ込んだのか、どうしたのか、それはよく分かりません。いずれにせよ浜田さんの方はですね、離党の意向を自民党の方に伝えてまして、らしいですね、伝えてまして、浜田さんは1年前の参院選で自民党公認で取ってですかね、取ってしたばかりでして、離党するとはいえ、わずか1年前に自民党として当選したのにですね、同じく批判していた菅政権の、要請に応えるという意向を、示しているということについてはどうお考えでしょうか。一般論として言えば、自民党で立候補した人が1年前に、2年前か、1年前ね、参議院選挙だから、それが民主党政権の内閣の一員になるというのは、有権者に対して極めて無責任だというふうに言われても仕方がないでしょうが、そういう人をまた内閣の一員に依頼する民主党政権も民主党政権だなと、私に言わせればどっちもどっちという感じがしますね。同時に基本的には冒頭言いましたように、民主党と自民党の間には基本路線で違いがないということを事実で証明したんじゃないでしょうか。松本の話も取るのですが、兼任が解かれて専任になるということはもうしっかり言ってもらいたい、そういう話でしょうか。共産党の方で政府の方に提言がですね、原発、それから新電力構築局面、いろいろ提言されている中で、松本さん今まで防災大臣とかですね、その分関わってこられたわけですけれども、共産党としては政府の対応に批判的な部分ですね、いつもあると思うんですが、この間の働き方を見て、松本さんに期待すること、それからこういうことをやってもらいたいとかですね、あと注文とかです、あればお願いしたいんですが。
まあ、この間の政府の対応は松本さん個人の問題ではなくて菅内閣自身の震災対策原発対策対応が極めて不十分で、まあ、一言で言うとやっぱり被災者の生活をなりわいの再建を第一義的に考えると、原発の問題で言えば、まあ、将来のことはともかく当面はやっぱり事故の収束のためにあらゆる英知を結集して迅速な対応をするということと、やはり情報をですねきちんと国民に開示をして、その情報が持つ意味を分かりやすく国民に説明をするということをきちんとやってもらいたいし、将来的な問題で言えばやっぱり福島原発の事故が明らかに先送りの上に立って、今こそ原発ゼロを決断して期限を切って原発からの撤退と、こういう決断を政府には望みたいと、まあ、その先頭に立っていただきたいと思っています。まあ、まあ未だに瓦礫の処理は進んでないでしょ。それから、仮設住宅はようやくできたけれども入れば、電気水道代払えない、食料が配られないと、まあ、阪神・淡路大震災と比較するのはどうかと思いますけれども、仕事自身がないわけですから、収入なしに仮設住宅入るわけで、入りたくても入ったら逆に避難所暮らし異常に困難になるために入れないという事態を、ね、やっぱり国の責任できちんと解決するという問題も急務でしょうし、まあ細かいことを言えば義援金がいまだに届いてないだとか、原発被害の賠償問題もちっとして進まないと、そういう問題スピード感を持ってねきちんとやってもらうという点では責任は非常に重いし、被災者国民の立場に立って、きちんとした仕事をやってもらいたいと、まあ、そういう点で言いますと復興構想会議の提言が、おとつい発表されましたけども、やっぱ重大な内容を含んでいるというふうに思ってます。何よりも被災者の生活となり合いの再建ということを我々言ってきましたけど、提言見てみますと創造的復興という名のもとにですね、被災者の願いを抑え込むと、まあ、象徴的なのが水産復興特区構想に見られるような民間企業の参入による漁港の集約化、これも地元を反対しますよね。から二重ローン問題を呼んで驚いたのは、被災者を含む関係者が痛みを分かち合うと書いてあるんですよ。もうマイナスからの出発じゃなくてせめてゼロからの出発をと、これ本当にそういうことに応えるべきなのに、復興構想会議の二重ローン対策を呼んで私は本当腹が立ちました。それから二つ目で言えば復興税の名目で消費税の増税に道を開いたという点でも重要だと、被災者に消費税を取るのかと、何を一体考えているのかと。3番目に、あれだけの原発事故を前にして原発からの撤退については何ら方向性が示されていないと、再生可能エネルギーの導入についてうんぬんしているけれども原発問題については言及がないというのが非常に重大だと思っています。全体として復興構想会議の提言が財界の成長戦略重視の理念を色濃く反映したものになっていると。例えば東北の地に来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求という文言が復興構想会議の文書にあるんですが、これは復興基本法の中身と気を一にしている感じがします。復興基本法には21世紀における日本のあるべき姿を目指し云々と、これは財界のまさに21世紀戦略と成長戦略とこう相重なるものであって、そういう上からの復興じゃなくて文字通り被災者の生活となりわいの再建というのを徹するべきだという点で、まあ、今の民主党政権にそれを期待することは難しいと思いますが、文字通り被災者の声に耳を傾けた復興と救援を引き続き我々は求めていきたいし、菅内閣松本復興担当大臣にも求めていきたいと思っています。よろしいでしょうか。ありがとうございました。